タジキスタンの国章は、ソビエト連邦の一部である、タジクソビエト社会主義共和国が1991年のソビエト連邦の崩壊まで使っていた国章を手直ししたものである。タジキスタンの国章は、ロシア帝国による併合、10月革命、ソビエト連邦の崩壊より前に遡る伝統は有しないため、ソビエト連邦の国章のデザインの影響を強く残している。 エンブレムの中央にある王冠は、タジキスタンの国旗に使われているものと同じもので、ペルシャ語で王冠を意味するタージからタジク人という名が生まれたという通説に基づき、王冠を国のシンボルとして扱っている。エンブレムの下部には開いた本が、その上にはパミール高原の山々が描かれ、 その上に登る赤い朝日から放たれる光線が王冠を照らしている。エンブレムの周囲は向かって左には木綿、右には小麦という多軸の主な農作物の束が囲み赤、白、緑という国の色のリボンで巻かれている。ソ連から独立した当初のタジキスタン共和国の国章は現在の国章とは大きく異なっていたが、 エモマリラ・アフマノフが権力を握ってから変更された。当初の国章は、木綿がなく小麦の穂が囲むエンブレムで、パミール山脈や、朝日や王冠といった要素は変わらないが、青空をバックに翼を持つ金色の獅子が描かれていた。このシンボルは、イランが1979年のイラン革命以前に、国旗や赤十字社のイラン版、赤獅子体陽車などに用いていた。 太陽を背負った獅子のシンボルと共通点を持つ。ソ連時代の多軸共和国の国章は、赤い星に鎌とハンマーが描かれ、バンコクの労働者団結性用のスローガンがロシア語と、多軸語で書かれた赤いリボンが小麦と木綿の束を巻く、ソビエト連邦の国章に類似したデザインだった。ありがとうございます。